車は宜野湾北中城線を、北中城役場方面へ進行してます。はい、こんにちは。今回は食堂へ向かってます。場所は、食堂木那島、北中城村中順231-1。詳細は概要欄にて。右側にクワッチー食堂青空、北中城店があります。目的地は近いです。左側に北中城村役場過ぎると、信号を左折して旧道へ。ここの信号左折ですね。左側に郵便塔があります。目的地は右側。前方らにも駐車場ありますね。それでは、行ってみよう。今日はどんな美味しいに出会えるか、楽しみです。チャンネル登録いただければ嬉しいです。やってますか。何がいいかと思いますか。ごめんね、待たせて。味噌汁と豆腐チャンプルーでお願いします。はい、これ定食。あ、定食。待つこと数分。豆腐チャンプルー900円。ちょっと待ちそうなので先にいただきます。あっさりですね。豆腐美味しいです。ご飯も美味しいですね。豆腐熱々で大きめを一口では無理ですね。少し遅れて相方用が出来上がりましたね。味噌汁定食3万1000円。
喋る。ごちそうさまでした。今回も最後までご視聴ありがとうございました。